今日辛いぞー。 Welcome to Ted Hammer TV and here's your host Ted Hammer。 どうもアメリカ育ちの大和魂ことテッドです。オープニングで言ってしまいましたね。今日は辛いぞ。いや、マジで辛くなると思う。以前の動画でとにかくペヤングの激辛焼きそばを食べたいっていう風に言ってたと思いますが、ついに今日はペヤング激辛焼きそばではないんだけども、それに次ぐ辛さではないでしょうかね。これから紹介する品物は、では皆さん覚悟はできてますでしょうか。いや、っていうか俺が覚悟してることだよね。とにかくぐちゃぐちゃ抜かさんと行きましょう。 OK Here we go。 よっしゃ、明星激辛究極型スコビル辛麺激辛焼きそば、スコビルスケール500スコビル辛い、中辛辛口大辛激辛、軽く超えてまーす。ウォーニング、注意事項、辛みによる刺激が大変強いので、お子様や辛みが苦手な方の飲食には十分ご注意ください。あんまり注意してへんのはここに若干1名。いやー、テンション高いわねえ。でも前回のね、スコビル辛麺、皆さん覚えてます？あれね、1200スコビル辛いでしたよね。今回は500スコビル辛い。今回の方がちょっと甘ちゃんなのかな。いや、甘ちゃんじゃねえぜと思ってる方もいるかもしれませんけども、今日その真相が明らかになるので、いやー、テンション高いな。今日ね、ちょっとノリノリやねん。それでは開けてみましょう。はい、おお、液体ソース、これが辛みの源かな。そして、あ、ふりかけやって、これは何やろうな。はい、以上です。で、麺に関してはこんな感じ、普通ですね。もう火薬は袋に入ってない状態、そのまま麺と一緒に入ってます。ではお湯を入れます。今日はユニコーンに見張ってもらおう。3分と。うん、すごいね。いいね。いいね。ユニコーンええな。なんや？あ、うさ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 。完成。お湯を捨てに行きます。それでは開けていきましょう。では、オープンセサミー。この段階ではね、まだ普通の麺やね。液体ソースを投入していきます。いきます。おー、わ、辛そう。これちょっと待って、わ、これは辛そうやな。ひょっとしたら瞬殺ちゃうかこれ。俺混ぜていきます。いやー、なんか辛そうな匂いするでこれ。でも500スコビルでしょ。前回の辛麺に関してはね、1200やったのに対してこいつ500や。いや、絶対こっちの方が軽いはずやね。辛さの目安に関してはね、半分以下やったもんね。1200、500、半分以下やん。なんとかなるっしょね。そしてこの焼きそばに加えてふりかけがついてやんの。どんなんやろな。おー、なん、あ、ちょっと待って、辛く見えるぞ。これがふりかけやねんけど、なんか唐辛子がめっちゃ入ってんじゃんこれ。とりあえず最後までふりかけだね。おーい、混ぜ混ぜるぜ。ちゃんとちゃんと混ぜよう、ちゃんと混ぜよう。唐辛子が固まって食うてみ、これは悲鳴では済まされへんで。よっしゃ、すべての準備が整いました。ではいただきます。で、辛っ、やっぱり辛い。うぅ、うわっ、これも強敵やな。辛い、さっきから辛いしか言ってないと思うけど辛いね。え、でもさ、うまい。
うまいと思う。でも辛い。で、前回のね、スコビル辛麺、激辛豚骨ラーメンの方、あれ1200やってんか。で、これ500やけども、確かにこっちの方が、辛さのスケールではこっちの方が低いと思うねんけども、でも半分じゃないと思うな。半分じゃない。いやー、あれが1200やったら、これ1000でもええんちゃうの？というふうに思うぐらい辛いわ。おぉ、ちょっと待って、これ何が基準で500なんこれ。めっちゃ辛い。おぉ、マジヒリヒリしてきた。でも食えるわ。あー、腹が出てきた。前もやったと思うけども、わかるやろ。わあ、ああ、なんかね、唇がなんかイカリア長介になってきたような気がする。おいっす、そんな場合ちゃうやろ。あっ、辛い。おお、辛い。おお、ごちそうさまでした。消化用のガリガリ君です。やっと火を消すことができました。いやー、でも辛いわ。それにしてもなんで俺辛いもんばっかり食おうとするのかな。そこに辛いもんがあるから。なんてかっこいいこと言っちゃって。でもほんま世の中に辛いもんいっぱいあるよね。これにしてもまだ序の口なんでしょ。マジで辛いもんになるとどうなんやろな。俺ガリガリ君では済まされへんのちゃう。でもね、ペヤング激辛焼きそばに出会うまではね、おそらくこのチャレンジ続くやろうな。最近ね、辛いもんをコメント欄にね、紹介してくださってる方もいらっしゃいますので、それもね、随時アップしていこうと思います。では、こんなヘナチョコな状態だけども、See ya! Bye! もう、ほんまに。Thank you for watching Ted Hammer TV. If you like my video blog, please subscribe here. 登録してね。